リスタートに向けて梨を感じて、リって読むっていうことで、そうですね、これはどういう、これは、そこからに精神末と、うん、いきなり、まあ、その繰り返しの作れることっていうのさ、うん、まあ、ないわけよ、ないよ、おかしいな、あるよ、あるよね、で、でも、時間を戻すことはできないけど、うん、やり直すことはいつでもできるでしょ、なるほど、そう、そういうこと、まだ進歩できたらしな、やり直すのはいつでもできる、曲はね、歌詞はムナッシーが心を込めて書いてるんですよ、ね。ゴースライターとか言えるでしょ。まあ、ムナッシーと普段話してると分かりますよね、ムナッシーが書いたかどうかっていうのは ね。ここでですよ、やっとムナッシーにちょっとだけリスタートをお披露目いただきましょう。アカペラです。そんな CD のご用意はございません。ジンギスカンの匂いがとか散々言ったから怖くて出てこないんだよ。でもあそこでジンギスカン食べて美味しそうに食べてるでしょ。ねえ、なんか食べるとこすぐそこにあるんですもんね。ステーキって書いてあるし、ソーセージとか食べながら見られるっていうのもいいことですけどね。